どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。V ライジングの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、まずアルファウルフを倒しに行ったんですけども、アルファウルフはなんとか倒すことができて、でその後に、弓矢を使ってくる女性ですね。V ブラッドも、なんとか取ることができたんですけど、その帰り際ですね、帰り際に、出くわした魔法使いは倒すことができなかったっていう感じですね。なので、まず今回この、今設定している監督官ルーファス。あれ、監督官ルーファス？名前変わったかな？一応倒したの乗ってますね。前回出くわしたのはこのリディアだ。あ、アイテムを分解して原材料に変えることができる。これも作れるんだ。で、これは覚えましたね。じゃあ前回負けたのが、なんか魔法つ、これか、あ、これだ。ボレスワイン。もし倒せてれば、お墓とノクターンのフェンス。あ、夜になった。グール。この辺取れたんですね。とりあえず今はまずこっちですね。ルーファスを倒しに行って、で、次これですね。を倒して、川を作らないと、拠点のアップグレード、キャッスルハートアップグレードできないんで、まずルーファスですね。よし、では、向かいましょう。ちょうど夜になったし。戦ってるな。ストーンゴーレム。待って、なんか。おぉ！ああ、待って待って。でね、今、血液が 100% なんで。なんかアップデートを、アップデートが来てたんですけど、なんか動作が重くなったような。お、お前またいるの？よしよし。お前の技。あ、効かない。効かないのか。あ、逃げてるからか。戦闘範囲外か。あ、聞く。どこいた？待って。
わー、痛い。ああ、一気に引っかかる。強いよこいつ。これか。4。あー、木に引っかかる。難しい、操作が難しいこのゲーム。危ない。むず。なんだ。あ、木か。もうちょい。よし。いやー、強い。倒す必要はあったのかな。いやー、これコントローラーでやりたいな。別に特別なものが取れたわけでもないし、そうだ、これ使おう。これを使って少しでも移動速度アップ。そうそうそう、この辺まだいて。81% か。
81% の。この人だ。この辺ちょっと調べて、お、クロス向こうだ。あ、あ、いないか。囚われてる人がいるかと思ったけど、なんか、あ、いいんだ、名前付きかと思った。外した。いた！こいつだ、こいつだ！おお、なんかすごいクロスボウ。いや、でもさっきのあれよりは弱いんじゃない？あっ、待って、なんか動作がすごい重い。やべ、仲間来た。太陽がやばい。ちょっと、これは待ってくれ。そんな、回復しちゃったかな。回復してる。しかし夜まで待とう。ちょっとこの辺の日陰に隠れて。今のうちにこの辺の、5時、いや、これよくできてますよね。ヴァンパイアのこの特性をゲームにうまく取り入れてるというか。影が、よし、来た。まずその雑魚外した。なんかワンちゃんいるけど、危ない。
違う。このね、わかるかな、あのね、難しいんですよ。狙ってるところに行ってないんですよね、このカーソルが。これがね、難しいんですよ、慣れなくて。あれ、うわ、なんだ、変えてきたな、なんか。よっしゃー。なんか字が細い、細いっていうか薄い。これで、クロスボウとかですよね、アンロックされたのが。あ、で、あとこれだ、ブラッドレイジ。自身と周囲の味方をシールドし、呪文のパワーを 110% にし、25% 秒間、攻撃速度を 25%。 これパーティーでやってるときはこれいいのかな。で、ビルドでこれだ、木工ベンチ。これ帰ったら建てましょう。あ、そっか、一回帰らないと追跡も。ああ、そっか、追跡するのもやっぱあれに触れないとダメなんで、一回帰らないとダメなんだ。これ毎回間違う。あ、クレイ。あ、持ってるな。木こりのメイス、ギアレベル7。あー、下がるけど、でも作れるあれじゃないですね。ちょ、もらっていこう。お、何これ、砥石。よし、大体調べましたね。じゃあ戻って、あ、またガビンだ。前回銀を取り損ねたんで。いって、あー、結局やっぱスーパーアーマーだから食らっちゃいますもんね。待て待て、あ、戦闘がやっぱダメージ入らないんだ。
よし。あった、銀貨。で、これをも、なんかまた、出てきたりしないですよね。これ持ってる時に限って。あれ、銀を所持してると、あ、ダメージ食らうとキャンセルされちゃうんだ、やっぱ。変身が溶けてしまう。よし。ああ。まず銀をしまって。ああ。よし。で、まずは、これですね。木工ベンチ。板。板は、ここ。木工ベンチ、おお。いや、これは、こうか。よし。これで一体何が、ペインティングフレーム。で、木彫り。で、クロスボウ。レーザー。レーザー拾ったやつ何個かあるけど、でも、キャッスル、さあ、一個足りない、作れない。釣り竿。釣り竿があればもしかしたらあれかな。前回作った、血圧？あ、血圧じゃない。害虫をおびき寄せる。このフィッシュボーン。これ取れそうですよね。ちょっと作ってみよう。カッパーインゴット。あ、こういうのあるんだ。密閉された城の部屋に配置した場合、クラフト率が上昇。この部屋のすべてのフロアがワークショップのフロアの時にアイテムのクラフトコスト減少。あ、じゃあそれ専用の部屋とかだいぶ先になりそうですね。
よし。8番あたりにちょっとセットして。